こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルはですね、サムスンのロゴまで消したのにギャラクシー S6 が日本市場で苦戦、韓国ネット、日本人の目は騙せなかった、日本人は悔しいんでしょうということでですね、こちらレコードチャイナが5月12日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、2015年5月11日韓国メディアデジタルタイムズはアップルが独占する日本の携帯市場において巻き返しを図ろうとしている韓国のサムスン電子がサムスンのロゴを消してギャラクシー S6 シリーズを発売したが苦戦を強いられていると報じたということで、これ日本市場だけなんですよね。サムスンというロゴを消して、この販売してるっていうのは確かそうだったと思うんですけども、やっぱり騙されないですよね、日本人としては。もうギャラクシーといえばイコール韓国ということで、まあ、大体の方が、まあ、お分かりだと思いますね。で、日本市場ではですね、一応、4月に発売されたギャラクシー S6 とですね、S6 Edge は発売初週の販売台数ランキングで、こちらはですね、それぞれ17位と10位を記録し、順調な滑り出しを見せたと書いてますね。これはまあお付き合いで買ったんですよね、その携帯メーカーとかですね、あれですね、ドコモさんとかですね、キャリアさんが買ってという感じだと思いますね。しかし4月27日から5月3日の販売台数ランキングではギャラクシー S6 は30位に転落と、 S6 Edge も26位まで順位を落としたということで、まあ、このサムスンのロゴを消すという大胆な戦略に踏み切ったが、その効果は全く現れていないという、これがまあ本当にこう面白いですね。全く現れてないということで、まあ、逆に出たんでしょうかね、この裏目に出たっていう感じで。で、一応英国やドイツ、中国などでは売り上げが好調なギャラクシー S6シリーズが日本市場で力を発揮できない理由は、やはりこの相対的な東洋系企業の進出が難しいという、まあ、日本固有の文化特性のためと見られている。うん、そうでしょうね。あと、この日韓関係の悪化ですよね。まあ、喧嘩ブーム、反韓ブームが、かなりですね、まあ、熱を帯びてきてますので、まあ、しょうがないなと思いますね。はい、で、まあ、このことに関して、韓国のネットユーザーがコメントを寄せてますので紹介します。やっぱりダメだったか。はい、そうです、はい、ね、日本人を改造しない限りサムスンが日本市場で成功することはないだろう、うん、まあ、これはないだろうということはもう多分と言いますか、日本人を改造するできるわけがないですからね。まあしょうがないですよ、サムスンは。で、今後は絶対に、日本製品なんて買わない。まあ、こういうふうに言ってるんですけど、日本製品が本当は好きなんですよね、韓国人っていうのは。まあ、自分が劣ってるというのを認めたくないから買わないんだという言うんでしょうけどね。はい、で、レクサスを買ってしまったことを猛烈に後悔している。なるほど。はい、で、韓国人は反日を叫びながら、も日本製品を使うが、日本人は反韓感情を抱いたら絶対に韓国製品を使わない。なるほど。で、日本車に乗り日本酒を飲んで懸命な消費をする、これが日本と韓国の違い、うん、なるほどね、はい、日本人たちはサムスン製品が世界に認められていることが悔しいんでしょう。これは間違ってますね。あの、サムスンの製品が認められてるというか、まあ安いからまあシェアを取ったんであって、どんどんシェアっていうのは、世界市場でもサムスンのシェアはどんどんまあ下がってきてるわけですから、この、まあスマートフォンに限ってはですね、最近は、ファーウェイとかですね、中国系メーカーや台湾系メーカーですね、まあ、そういうメーカーが頑張ってますので、まあサムスンがどんどん、没落していくと思いますね。で、次は韓国では日本製スマホを使う人はほとんどいない、単に製品の問題ではなさそうだ。いや、これはどうなんでしょうね。韓国でも日本製のスマホ、ソニーの
エクスペリアとか使っている方もいらっしゃるでしょうし、昔なんかはソニーのバイオとかですね、パソコンになりますけども、韓国でも使っている人がいたり、カメラでもソニーのカメラが、韓国市場で売れていると聞いてますからね。はい、で次が、ギャラクシー S6 は韓国でも売れてないじゃん。うん、やっぱり韓国人も、安いものを求めるんであればですね、最近韓国経済はデフレの方に向かってますので、やはり、中国系メーカーの、スマホを買うんじゃないかなと思いますね。はい、でサムスンのロゴを消したからといってギャラクシーが iPhone になるか、そうですよね。まあ、日本人はなぜ iPhone が好きなのかというと、やっぱり信頼性とか、クオリティとかそういうことをやっぱり日本人は求めてるんじゃないかなと思いますね。もちろん、日本のメーカーのソニーのエクスペリアはなかなかいいと思いますけどね。はい、で日本人の目は騙せなかったか、うん、そうですよね。まあこのギャラクシー S6 とか買う人っていうのは、まず在日韓国朝鮮人の方々とかですね、あと何も知らない情弱の方、それか頭の悪い人が、そういう感じだと思うんですね、日本の、顧客層から言いますとですね。はい、次が日本だけではない、他の国でも2週目以降は売り上げが急減している。なるほど。で iPhone の方が、質が良いのは真実。うん、愛国心のために韓国人だけがギャラクシー最高と叫んでいるだけだ。そうかもしれませんね。まあ、ということで、まあ、日本人としてはですね、まあ iPhone とかですね、まあ、ソニーのエクスペリアとか、あと最近格安スマホで、まあ、イオンのスマホとかいろいろ出てますし、まあ、中華系の、スマートフォンは安いですからね、1万円以下の商品もありますから、まあ、そういう方を選んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ギャラクシーは何よりも、爆発するというですね、デメリットがありますから、まあ、死にたい方、自殺願望がある方は買われたらいいと思うんですけども、まあ、それ以外の方は、絶対に買ってはいけないという感じがしますね。はい、本日はですね、これぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。